はい、皆さんこんにちは。今日も撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、はい、メンテナンスが明けまして、はい、まあ、なんか追加選手いるかなーってパーって見てたら、今回トップピッチャーの方がどうやら登場してまして、あー、トップピッチャーがまたどうせ3球種しか持ってへん人しか来てないんでしょって思ったんですけど、ちょっとどえらい選手来てるんですよ。はい、ちょっとこれね、選手紹介とともに、僕この選手今後狙っていこうと思ってるんで、はい、皆さんはぜひ狙わないでください。僕だけが絶対欲しい選手なんで。はい、で、一応、この欲しい選手1人と、あと気になる選手が6人、だから計7人、ちょっと気になるピッチャーがいるので、プラス絶対欲しいピッチャーが1人いるので、これちょっとご紹介していこうというふうに思っております。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあまず1人目ですね。クレイグ・キンブレル投手、アトランタ・ブレーブスの抑えですね。クローザーですね。はい。キンブレル選手なんですけど、もう見た感じめっちゃ強いじゃないですか。でも、以前までは、見て、2球種しかなかったんですよ。キンブレル選手。これが今回の登場で、5球種に増えましたよと。これはやばいです。マジで。しかも、能力見てください。めっちゃ高いでしょ。はい。精神95、球威94、変化93と、こんだけ高い能力で、しかも5球種で出てきたと。これはやばいです。しかも、球種もエグいんですよ。見てください。ストレート156キロ、速いでしょ?で、ツーシーム156キロ、速いでしょ?速い球がまず2球種あるんですよ。で、その上に、カーブ、124キロ。で、もう1個カーブがあって138キロと、遅いカーブと、ちょっと速いカーブがありますよと、2種カーブって形で登場しましたよと。これちょっと楽しみやな。だから、ピッチングの、幅が広がるよね。なんていうかな。まあ、速い球、2球種ありまして。で、遅いカーブもあるけど、速いカーブもあると。これでタイミング狂わすこともきっと可能だと思うので、キンブレル選手、僕、当たりやと思いますね、今回は。はい。もし当たったら使おうかなって思ってます。はい。もうそれぐらい僕はこのキンブレル選手はね、絶対狙った方がいいというか、当てたら使った方がいいと思いますけどね。まあ、でも、まあまあまあ。まあ、今回一番欲しいってわけではないですね。もっと化け物がいたんで。はい、次行きましょう。はい、続いて、マイケル・ローレンゼン投手、シンシナティ・レッズの中継ぎで登場しましたね。ローレンゼン投手は、今は、どこやろ?フィラデルフィア・フィリーズかな?の先発で、2021年か22年、どっちかで、大谷さんと同じチーム、エンゼルスで、はい、同じチームでやってましたね。はい、といった形ですけど。はい。で、まあ、球種見ていきましょうか。球種というか、能力見ていきましょうか。はいはい。制球がまず94、高いですね。変化91と。うん。で、球威がちょっと落ちますよと。まあ、でもめちゃめちゃ低いってわけじゃないんでね。うん。で、まあ、ほとんどの能力が80中盤以上ありますよと。ただ、めっちゃ強いと思いますね。てか、この腕よ。えぐいな。どえらい筋肉や、ほんま、ローレンゼン。うん。で、注目するポイントは能力だけじゃなくて、球種にもありまして。うん。まず、ストレート、156キロと。うん。で、ツーシームが155キロ。で、カットボールも150キロ超えてますよ、といった形なんですよ。なので、速い球が3つ、3球種あるので、これ結構ね、使いやすいんじゃないかなと思いますね。はい、で、スライダーが140キロ、チェンジアップ141キロと。うん、なので、同じ軌道で言ったら、カットボールとスライダーが似たような軌道だと思うんですけど、速いカットボールと、スピードが劣ったスライダーがありますよといった形なんでね。うん。この曲がり幅にもよっては、このスライダーも結構いいと思うので、カットボールも。はいはいはい。まあ、そんな感じですね。だから、ローレンゼン投手も当たりだと思います。でも、まあ、一番欲しいってわけじゃないですね。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、続いて、ジョナタン・ロワイシガー投手。なんでそんな、なんとかタンみたいな。合ってるか?ジョナタンちゃうんか?ジョナタンなんや。ジョナタン・ロワイシガー投手ですね。はいはい。ニューヨーク・ヤンキーズ、中継ぎのピッチャーですね。はい。このピッチャーもですね、まあ、能力は至ってそんないいポイントとしたら、まあ、制球と変化がまあ高いかなってところにはなってくるんです。球威ちょっと低いですね。ただ、このストレート、156キロ。で、シンカー158キロと、やっぱ速い球はね、いかんせん打ちにくいと思うので、で、カーブのちょっと曲がり幅がわからないんですけど、このカーブ、の曲がり幅の大きさによっては、結構ね、打ちにくいんじゃないかなと。二冠戦変化が91つだけ超えてるので、まあこの分曲がるのかな、めちゃめちゃ。うん。まあね、ロワイシガ投手も、まあトレーニングさえ積めば結構ね、打ちにくいピッチャーなんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい、続いて、ルイス・ガルシア投手、サンディエゴ・パドレスの中継ぎのピッチャーですね。はい、ルイス・ガルシア投手も、まあ能力自体は、まあ言って高くないっすね。はい。一番高くて9位が88と。
だからまあトレーニングはまあ主に球威を上げて、もうどん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 押していく感じかな。うん。で、まあそれ総合のちょっと球種を持ってまして、はい。まあ、ストレートは157キロと。で、シンカー159キロ。もう160キロに近いシンカー持ってるんで、これエグいんじゃないかなと、僕は思いますね。はい。まあ、2球種速い球があって、で、スライダーが133キロ。これがね、結構遅く感じると思うんですよ。こんだけ速い球掘るんやったら。はい。だからまあ、ルイス・ガルシア投手も結構使いやすい。まあ、ちょっと能力低いのがたまに傷ですけど、まあまあね、うん、結構強いんじゃないかなと。まあ、もしね、いらなくても、サンディエゴ、パドレス純粋やってる方も多いと思うので、売ってもまあいいかなって、市場で売ってもいいかなっていうふうには僕は思いますけどね。はい、続いて、マーク・ライター投手、シカゴ・カブスの中継ぎのピッチャーですね。はいはい。このピッチャーは、能力も高いですね。まず、制球89と、うん。で、球威変化ともに93と、これめっちゃ高いっすよね。はいはいはい。で、まあ、精神ちょっと低いけど、体力も回復もまあまあ高いよといった形ですね。で、まあ、この投手の評価するポイント、能力だけじゃありません。はい、球種ですね。まずストレート、シンカー147キロ。まあ、めちゃめちゃ速いってわけじゃないですけど、まあ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 、5球種あるんでね。で、僕が一番評価するのはここですよ。カーブ、118キロ。これ結構いいんじゃないかなと思ってて。はい。で、変化93ってことは結構曲がり幅もあるのかなといったところで、球威が93なので結構打ちにくいというか飛びにくい、トレーニング試合では結構飛びにくい球を放るということなんで、はい。まあこのマーク・ライター投手もこの球種の幅ですよね。バリエーションというか、まあストレート、シンカー、そしてカットボールも速い球ですね。で、スプリットで遅いカーブといった形ですね。うん。だからもうこのピッチャーはまあ速い球でゴリゴリ押せないですけど、カーブとか、はい。なんていうか、配球の幅を広げて抑えていく形かなと思いますけどね。うん。まあ、マーク・ライター投手もいいピッチャーだと思いますね。はい、続いて、サム・ヘンゲス投手。クリーブランド・ガーディアンズの中継ぎピッチャーですね。はい。まあ、サム・ヘンゲス投手はですね、結構前ね、ポストシーズンって形で登場してると思うんですけど、プラチナで。OVR81 で登場してると思うんですけど、このヘンゲス投手が、結構使ってる方が多くて、今でも結構人気な投手だったりするんですよ。左ピッチャーで。うん。まあまあ、制球球威も高くてですね。しかも球も速いと、ストレートシンカー持ってて、っていった形で、そのヘンゲス投手が、新たに登場しましたよ、といった形ですね。で、まあ、一球種減りましたけど、まあ、能力を上げて登場しましたよ、と。サム・ヘンゲス投手。はい。僕も対戦したことありますけど、めちゃめちゃ打ちにくいです、このピッチャー。なんか打ちにくいんですよ。もうシンカーとか捉えれる自信ないですし、で、しかもカーブが120キロ台になってるでしょ?ってことはね、めっちゃ強いと思うんすよ。うん。なんかスライダーも打ちにくかったイメージあるんすよね。どちらかといったら。だから全てにおいて打ちにくかったんで、ヘンゲス投手。もう調子いい時でもヘンゲスだけ打てないって時があったんで、はい。このピッチャーも僕は当たりだと思いますね。はい。まあでもね、今6人ちょっと紹介しましたけど、今から紹介する人に比べたら勝てないと思います。まあ、それぐらいちょっとバケモンのピッチャーがいるので、ご紹介しましょうか。はい、このピッチャーですね。アロルディス・チャップマン投手。はい、カンザスシティ・ロイヤルズの中継ぎですね。で、登場しましたよと。何がすごいかってとこなんですけど、まず能力見ましょうか。制球91、球威97と。これはエグい。マジでやばい。めっちゃやばいです、これ。まずチャップマンって言ったら、ごめんなさい、正直な意見で、コントロールがいいピッチャーとは僕は思ってないんですよ。そのチャップマンが制球90を超えてまず登場しました。ましてや、球威97と。これね、トレーニング強化によっては、やばいっす。本当に飛ばないと思います。このピッチャー、チャップマン。今回のチャップマンは。マジでエグい。で、変化87と。うん。で、体力回復もそんな低くないんですよ。精神ちょっと低いけどね。うん。これ低くないんで、マジで欲しい。僕、今回のチャップマンは。しかもね、今回チャップマンの凄さは能力だけじゃないんです。球種にもあるんですよ。見てください。はい。ストレート、159キロ。シンカー163キロ。これはやばい。これ本当にやばい。まず左ピッチャーのシンカー僕あんま好きじゃないんですよ。ましてやこんだけ速いシンカーで、9位までこんなバケモン高かったら、これはやばいっすわ。絶対打てない。なので、マジで欲しい。このチャップマンが。マジで。だ僕このチャップマン今後狙ってやっていこうと思ってるんで、もう今ね、もう久しぶりに来ましたよ。めちゃめちゃ欲しいピッチャー。今まで最近はね、まあ、強いと思うけど、そんなに欲しくなかったかなと思ってたんですけど、このチャップマンはやばい。マジで欲しい。これはエグいっすわ。もう次のガチャから絶対チャップマン狙ってやっていこうと思ってますので、いやー、これはやばい。
本当にやばい。もう2023年終盤でやばいキャラ出してきたな、本当に運営さん。はい、ということで今回ちょっと選手紹介、まあ7人といった形でちょっと少なかったですけど、まあでもね、この7人まあまあ当たりだと思います。はい、で紹介してない選手にも当たりのピッチャーはいたんで、もしね、あの僕が紹介せずにこのピッチャーも良かったですよとかあるんだったらコメントでね教えてくれたと思います。まあ次回動画はね、間違いなくチャップマン狙っていくと思いますので、僕のね今回年内の目標が今決まりました。もう今年やがて終わりますけど、チャップマンを取らなあかん、マジで。もうチャップマンを取って今年いい年でしたやわ。だ僕がもし神社とかであるあの一文字習字だったら、もうチャップマンの茶って書くわ。まあということで、今回の動画はこちらで以上になりますので、次回の動画もお楽しみください。ではご視聴ありがとうございました。